ミルキ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 ーラッキー。ミルキー、しげお、チャンネル。アルバイト100種類以上やってきたミルキー修行のバイト話。お弁当屋さんバイト。高校生の時にね、お弁当屋さんのバイトをしてたんですけど、やっぱね、アルバイト経験もなくてですね、ほぼなくてですね、もう右も左もわからない状態で入りまして、ほんでね、そこにいた優しいおばちゃんね、ベテランのおばちゃんがね、もうご飯のすくい方からね、ご飯のこう混ぜ方とかね、もう一から全部丁寧に教えてくれる優しいおばちゃんがね、いてね、そんなありがたいんですけれども、やっぱ僕もね、バイトが全然ね、したことなくてね、右も左もわからないんでね、とんでもないね、事件を起こしてしまったんですよね。事件。ある日おばちゃんがね、そろそろ唐揚げあげるみたいな、唐揚げの揚げ方教えてあげる、言って、ありがとうございますって。おばちゃんがね、まず唐揚げはこうね、油跳ねないようにスーッとこう流れるようにスーッと入れていくのよ、みたいなおばちゃんが教えていただいてね、ありがとうございました、って。右も左もわからない状態なんでね、わからないこともわかりましたって言っちゃうんですよね。ほんで案の定ね、そのトングで唐揚げ掴んでですね、スーッて投げなあかんところをね、もう怖いからわけわからんからね、油のね、もう煮えたぎる油の中にね、あーって、あーって投げちゃったんですよね。あー言うて、あはーって、ね。ほんで案の定油がバッシャー跳ねて、うわーブワー跳ねた瞬間、僕丁寧うわーってなってね、そのうわーってなった瞬間のこの手がね、ちょうど裏剣の形になってね、後ろで優しく見守ってるおばちゃんの、ね、顔面にパーンって当たっちゃったんですよ。パーンって当たった瞬間、おばちゃんパーンって当たった瞬間のブワーって鼻ついてね、膝から崩れ落ちたんですよ。ブーおばちゃん大丈夫って。そうしたらおばちゃんがね、鼻血を押さえながらね、大丈夫、私のことは大丈夫、それよりもご飯炊けたから混ぜてきてーっつって、いや、すごーって、自分の怪我よりもご飯の心、炊けたご飯の心配をしてるって、もうね、もうプロフェッショナルというかね、もう悪魔ですよ、もうお弁当屋さんが生んだ弁当の悪魔ですよ。そこまで行くと、もうお弁当のにかけるね、情熱というか魂というか、もうお弁当の悪魔に魂を捧げたみたいなね、感じでね、もうすっごいもうびっくりしてね、その日初めてね、恐怖で眠れない夜を過ごしました。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。